諸葛尚は中国の三国時代末期の軍人。諸区に仕えた。諸区の上将、諸葛亮の孫で、諸葛仙の長男。母は、諸葛仙が17歳の時に目取ったという記録がある、主君隆前の娘か。生徒武功祠の諸葛尚百263年、義の党も草が感動を通って、諸区の防衛網を買いくぐることに成功し、生徒を目指して進行してきた時。 父と共に迎撃に当たった。しかし先方隊がで敗れたため後退し、ンチクに立てこもって交戦し、一時的に敵を撃退するが、とうも草の前についに追い詰められた。この時、諸葛直は、さっさと、甲う明を切らなかったために敗北を招いてしまった。生きていて何になろうと嘆いて義軍に突撃。父と共に戦死した。 トウモグサは二人を葬りそのまま生徒に進撃し、諸君は滅んだ。弟の諸葛家は、後に、新王朝に仕えている。現在も、諸君の諸葛氏の子孫を自称する家は存在する。小説、三国支援儀でも、ほぼ同様の結末である。母書は、父と同じ面畜に存在し、武功祠らには、諸葛なおの像も建てられている。諸葛家、諸葛元 諸葛金諸葛領諸葛人志諸葛丹諸葛丹諸葛丹葛諸葛流諸葛選諸葛会諸葛連諸葛藩諸葛直諸葛系諸葛室諸葛会諸葛県ありがとうございます